ありがとうございます。お早い到着でありがとうございます。仕事終わりました。早めに帰ってこれたので、ちょっとだけですが配信しようと思います。ということで、今日の5時に、ランキングが発表されまして、第2位という結果でした。皆さん、投票してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。まさかまさか2位でした。そしてね、第1ラウンドと票数もそんなに変わらずで、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。レアちゃん泣かないで、まだ泣いてないですまだ全然中盤というか半分なので、第2ラウンド終わったんですけど、第4まであるんでまだ泣けないですよそうですね。でも第2位で10万ポイントかな、10万リクエストチケットって言えばいいのかな、ポイントをもらえたのがすごく嬉しかったです。ありがとうございます。そうですね、そう、1位がすごい投票数でちょっとかなり焦ってるんですが、焦ってるんですけど、第3ラウンド第4ラウンドで巻き返せればなと思います。そう、びっくりなんですけど、その中で1位が圧倒的だったんですけど、すごいで2位から激戦で、すごくなのにそこで一番2位をいただけて、すごくすごく嬉しいです。そして10万ポイントいただけて、すごく私は満足な第2ラウンドでした。そうですね、他のメンバーのファンの方がどれぐらい温存してるのかがわからないのが怖いんですけど、でもこのあと何枚差で何位だったりとか、その何枚差で何位だ、この順位が変わって下だったらすごく悔しいけど、今はそれがないので全然すごく嬉しい。でも次からはきっとそれが大事になるので、私も頑張ってコツ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 貯めていこうと思います。私の個人的な目標は第2ラウンドの2倍を、自分ですよ、皆さん全然無理しなくて大丈夫なんですけど、私は第2ラウンドで投票した数を2倍絶対に集めて投票しようって思ってます。頑張ってます。そうですね、でも第1ラウンドでは第1をいただけたので、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。今日はメイクしてます。
という感じです。そう、第2ラウンドはリハーサル期間中と被っててほとんどできなかったので、第3ラウンドから、逆に第3ラウンドが一番ポチポチできるので、自分がちょっと頑張ります。そして頑張ってくださった皆さんありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。という感じです。そうですね、あとはマジンが出てきましたね。マジンはハンマーを使った方がいいのか良くないのか分からなくて、いつも5回叩いて救援要請出してるんですけど、最近はハンマーより博多民の方が不足してるので、ちょっとハンマーで叩いてから救援要請した方がいいのかなとか。マジンもういないんだ、いなくなっちゃった。あら、そうなんだ。ハンマーとか考えてたんですけど、もったいない。あー、ならよかったならよかった。5回叩いて救援要請で今まででよかったんですかね。フジコにバナナあげないと。今フジコにだけバナナあげてないんですけど、間違ってますかね。ドリンクレディとハンマーくれる人にしかあげてないです。バナナあげるから金槌とドリンクレディにあげてます。プチリングはね、時々もらいますそうですね、じゃあマジンがいなくなっちゃったってことは、第3ラウンドはどう稼ぐのがポチポチ、新しいカミラとかも来てるのかな。どうなんだ。今仕事終わった、お疲れ様です。私もさっき終わりました、お仕事。ミレアが明日ぐらいに出るかな。じゃあ待ちます。アスボーリンゴ何発で倒せる？6倒せます。 BB1 あたりで稼げる枚数とにかく比較するのが大事でね。なんか激レアのハンマーのおじさん一発で倒してたので押してたんですけど、カミレアタイム以外の時は。最近もう一発で倒せなくなってきちゃって、ちょっとやめてます。あさってのゆいな生誕祭入りますね、楽しみしています。ありがとうございます。あさってパジャマドライブ公演出ますのでよろしくお願いします。そうなので、今そう竜倒してます。今ずっとでもなかなか出ないんですよね。そう、一発で倒せなくなりました。最近100回記念だね。100回、そうなんです。ゆうなの生誕祭無事出れたら、そこが私の劇場公演100回になるみたいです。でもその日はゆいなが主役なので、心の中でお祝いしてください。よろしくお願いします。心の中と返信とかで送ってくれたら喜びます。次もう100回も出たんだと思うとすごい自分でもびっくりなんですけど、次で100回みたいです。
この髪の長さはでショールームはもうしないかな、わからない、迷ってます、切るか切らないか。でもかなんかチャットで髪を切るみたいな話をしたらスタッフさんにバレちゃって切るんですけど、そんなに切らないかも。私的にはもうここら辺までいっちゃいたいんですけどちょっと切る、でもいつ切るかもまだ悩んでます。バレちゃいました。そう、でも私的にはこの長さも好きなんですけど、この長さのメンバーが増えてきちゃったのでどうしようかなって悩んでます。はい、ということでこのぐらいにしますね。今日も配信はちょっと皆さんお忙しいと思うので、CM 選抜中はまあ長い間配信とかできないんですけど、皆さんお忙しい中配信見てくださってありがとうございます。ということで今回の配信は第2ラウンド第2位ありがとうございましたという配信です。すごく嬉しかったです。皆さんありがとうございます。投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。ということで私は第3ラウンド頑張りますありがとうございました。体調皆さんもお気をつけて、私も体調に気をつけながら第3ラウンドもお仕事も頑張ります。ということでありがとうございました。ポチポチしてきます。ありがとうございました。あ、 TikTok 載せるのでこの後すぐ皆さん絶対に確認してくださいねTikTok この後載せますよありがとうございました。バイバーイ。